どうも、宅飲みバー竹雄です。今日もよろしくお願いします。今日の宅飲みはこちら、アウトベックウィービースティーを手に入れたので飲みたいと思います。これはですね、今年の7月の新発売ですね。確かアードベックの5年ものということで、ウィービースティっていうのはゲール語でリトルモンスターを意味するということです。で、結構ですね、ボトルには砕いた黒胡椒の強烈なスパイシーさとかですね、アイラのピート湿原の中から突如現れた恐ろしく生きのいい怪物ということで、若々しく破壊的なスモーキーさを楽しんでいただくため5年熟成でボトリングしましたということで、一応アードベックは10、10年がフラッグシップですけど、これは5年です。でですね、普通10年とか5年とか、例えばアードベック10、10年ですけど、まあ10年以上の原酒が入っててもいいわけですよ。最低が10年ということなんですけど、これはわざわざ5年間の熟成でボトリングしましたと書いてあるから、もしかしたら5年ものしか入ってないかもしれないです。まあいずれにしろ 5年ものです。で、ここにもギャランティーの5イヤーズを、5年熟成を保証しますということで、まあ、最低5年というのは書いてあります。さあ、では開けて早速ね、飲んでみようかなと。はい、ではストレートをまずいただきます。どうでしょう、どんなボトルでも最初に開けるときはなんか嬉しいですよね。はい、あ、はい、ではちょっとストレート入れます。うん、香りが、いい香りがしてきました。はい、はい、ではストレート、あ、アイラの香りがする、いいですね。ストレート入りましたんで、色は若干濃いかな、5年にしてはちょっと濃いですね。一応これノンチルフィルターの冷却ろ過はしてません。カラーについては書かれてないんで、もしかしたら、うん、どうだろう、着色あんのかな。はい、ではいただきます。うん、はいはいはい、いい香りですね。美味しい、うん、塩気、うん、黒胡椒、分かります、こんな感じですね。ちなみに700ミリの 47.4% ということで、ちょっと度数高めですよね。で、価格がですね、定価は税別の5100円、税込みで5610円ですね。まあ、ちなみに今ネットではこの値段では多分売ってないです。もう全部プレ値がついてます。僕ね、お一人さんは1本限りっていうので定価で買いましたけど、売り出された当初はですね、もうちょっと安い値段もついてたみたいです。あ、これ美味しいな。うん、あ、塩の香りがする。はい、いい感じですこれ。で、そんなに宣伝文句ほど荒々しい感じはしないですけど、確かにアイガのピートです。これはいい感じの、僕の大好きな香りです。ですね、当初、なんか定番になるという話だったんですけど、
今のところまだ限定でしか出てないですね。だから来年以降定番品として出るという噂もあったりなかったり、ちょっと噂なんで僕もはっきりとは言えません。まあそういうことで、もしかしたら出回ったら来年以降手に入るかもしれないですね。またこれはちょっと、これちょっとテンと飲み比べしたらよかったですね。今度しますね。あーうまい。なんかそんなに荒々しくなくておとなしいですね。どっちかといえば飲みやすい。ちょっと加水してみます。はい、ちょっとだけ加水しました。どうでしょうね。うん、ああ甘い香りが開きました。うん、あ、美味しい。これちょっとほんの少しの加水で美味しいですね。うん、肉や塩の風味、肉はちょっと僕はよくわかんないんですけど、うん、チョコレートとクレオソートとタール、強烈な風味が爆発します。爆発はしてないだから。でもすごく、うん、こう言っちゃあれですけど、アイラの中では飲みやすい方じゃないかなと思いますね。というとそうでもなくて、いろんなその風味が交わって上がってくるんで、非常に美味しく飲みやすいアイラのウイスキーですね。アードベック5年ウィービースティ、はい、はい、ではロックをちょっと作ってみたいと思います。はい、ではロックワンショット入れます。はい、ではロックをワンショット入れましたのでいただきます。うん、やっぱりアイラ強烈なんでロックになっても香りが、まあ閉じ気味ではありますけどしますね。ちゃんと風味が、まあ、うん、苦味はあんまないです。そして、あ、塩気が強くなりましたね。塩とかペッパー、そんなところがちょっと強い感じがします。うん、かなりビターです。うん、ビターチョコレート、うん、美味しい美味しい。あ、これやっぱテンと飲み比べはそのうちしないといけないんですね。来年ね、これ定番になったらいいですね。まあお値段的に若干高いかな、うん、ですけど、まあ僕の好きなラガーブーリーに比べたら安いんで、でこの味はなかなか秀逸です。美味しいです。ただやっぱりアイラのウイスキーなんで多分好き嫌いは分かれますね。まあ僕は言うまでもなく大好きですけど、うん、はい、ではどんなウイスキーでもとりあえずやってみるハイボール作ります。はい、では最後にハイボールを、ちょっとこれもハイボールにしちゃいます。ワンショット入れます。はい、ではハイボールをいただきます。あー、いいですね。
ハイボールになるとスモーキーさが結構顔出してきます。僕は嫌いじゃないですね。まあちょっと食事に合わせるのはどうかなと思いますけど、結構スモーキーなピーティーなハイボールに仕上がります。結構ハイボールになるともういろんな複雑な味っていうのがあんまり少し隠れてきますけど、なんかね、あ、アイラのハイボールだなっていうのがわかる。なんかいいですね、このハイボール。もったいないですけど、まあ、もったいなくはないか。美味しいですもんね。これもでもやっぱりアイラがちょっと苦手な方は、ピートが苦手な方はちょっと厳しいかなっていう感じですね。確かにスモーキーさが今までの中で、もちろん根底にあったんですよ。ずっとストレートからね、スモーキーさっていうのは、それが一気に表に出てきましたね、ハイボールにすると。こういうのもなんかいろんな飲み方の飲み比べ、ストレートして加水してロックしてハイボールしてっていう、まあ、水割りはちょっとしてないですけど、飲み方によってその風味がね変わってくるっていうのを面白いなと思います。はい、ということでね、今日の宅飲みバーはこのアドベック、ウィービースティーリトルモンスターですね、5年熟成のアドベックです。こちらをちょっと飲んでみました。5年と10年と、そのうち飲み比べもやってみたいと思います。で、先ほど言いましたけど、もしかしたら来年からいわゆるその定番品として出たら、まあ天みたいに普通に買えますよねっていう風になるかもしれないですけど、今のところ多分定価ではネットでは買えないんじゃないかなと思う。ちなみに定価は税込みの5610円です、もしね見かけたらもう絶対買いです。これは僕も速攻でお一人様一本定価で買いました。はい、ということで皆さんもし見かけたらぜひお買い求めください。ということで今日の宅飲みバーはアドベックウィービースティーを飲みました。こんな感じで毎日お酒で遊んでおります。お酒好きな方はチャンネル登録して飲みながらね飲んでくれたら僕も嬉しいです。あとコメントもぜひ、最近ねちょこちょこコメントが増えたんで非常に嬉しく毎日返信を書いております。ぜひコメントいただけたらと思います。はい、では今日の宅飲みバーはこの辺で閉店です。最後までご視聴ありがとうございました。